きなりですが、皆さんはもう軽減を引きましたか？いよいよ3日後に勤労が実装され、その同時に軽減は復刻待ちに。それでおそらく石が足りなくて、まだどっちを引くのを迷う人もいるため、よって今回は、貫突した軽減を使った感想から、どっちを引くべきの理由を解説させていただきます。まずは基本性能から。軽減は知恵クラス。雷属性のアタッカー。戦闘スキルと必殺技はごく普通の範囲攻撃。ただ、光の強みとして、電気スキルの神君から振り出す攻撃が強い。特に裏庭において、敵が複数で仕掛けてくるため、場合によって軽減は、手入れより早めに戦闘を終わらせる。また、彼のステータスボーナスとして、会心率が 12%。さらに、追加能力の衣装で 10% アップ。これで異物のサブステータスがなくとも、最低でも 22% の会心率をもらえる。さらに神君の多段攻撃は、複数回のクリティカルヒット判定になるため、火力面に関して敵が1体だけなら、ゼイレには勝てませんが、2体以上の敵と戦う場合ゼイレ以上火力を出せます。さらに装備をある程度揃えば、例えば速度の靴をつけたら、1つの軽減でも、環境トップの一角となっております。次に、勤労。勤労は虚無クラス、量子属性のデバッファー。一応 CD のデータで、実際の性能とは異なる可能性がありますが、通常攻撃は 65% の基礎確率で攻撃対象に、攻撃、防御力、速度 10% の欠陥をランダムで一つ埋め込む。戦闘スキルは 75% の基礎確率で攻撃対象に、フィールド上の味方が有する属性のうち、一つを弱点として埋め込む。例えばこちらのパーティーに、量子と物理属性、それぞれ二人の構築で、この場合 50% の確率で敵に量子または物理属性の弱点を与える。また、もし元より敵に物理属性の弱点を持つの場合、今度は 100% の確率で量子属性の弱点を与える。相手の弱点を撃破したら、その相手の行動順番が 25% 遅れるし、受けるダメージも 11% アップするので、つまり、相手を弱体化し、こちらの与えダメージも増やす。しかも、全部彼女一人で成し遂げるため、資源が乏しい、現在では欲しい人材です。では、この二人どっちを引くべきと聞くと、ここはもちキャラによるだと思います。まず今アタッカーの枠において、最も運用されるキャラとして、押し子のゼイレ、軽減、元凶、この三人が今、一番使われています。押し4のアタッカーにおいて、不祥、アーラン、さらにフキク様もなかなか強い。もし今から軽減を引くと、アタッカーが一番資源を求められるため、資源が足りないの場合、さすがにおすすめできません。また、来月の限定キャラとして、アタッカーのカフカとジンさんが実装されるので、となると、アタッカーが欲しい場合、その時でまた考えるのもあり、逆に言えば、もし先ほどで話したキャラを全部持っていない場合、元より軽減は無凸でも強いアタッカーであるし、1ヶ月以上待つのもかなり辛いだと思うので、戦力増強を目指すなら軽減を引くのはありが、ただ、アタッカーの領域において必須レベルではないだと思います。次に、勤労。前回の動画で少し触れましたが、彼女の基礎確率が低いとはいえ、もし裏には10以外の敵、例えば裏には6のボス、レベル80のブローニャ、彼女の抵抗率が 45% で、よって命中効果が 143% で必中となる。元より服で 43.2%、ステータスボーナスの 18%、イベント後円錐の 40%、さらに、広し銀河商事会社の 10%、これらだけでも、すでに 111.2% まで伸びるため、残りの 31% も埋めやすい、となると、基礎確率の低さも、それほど問題ではない。また、ランダムとはいえ、通常攻撃で防御力を 10% 下げるため、さらに弱点もつけるから考えると、今サポートの枠において、彼女の代わりがいません。アタッカーの枠に関して、もし手持ちにゼイレがいなくとも、代わりの師匠、ヒーラーをナターシャ、そして来月で実装される星4のタンクや、ルカ、この3人も同じく物理属性、しかも銀狼以外全員星4であるため、おそらく原神の、ユクアキシャンリンベネットみたいに、揃いやすいの上に完成度も高いパーティーとなる。さらに、今月のイベントで彼女と相性がいい公演水、初めてのクエストの前にをもらえるので、となると、軽減と違って、別にも、公演水じゃなくとも困らないため、以上の条件を含めて、さらに、一人しか引けないから考えると、軽減はアタッカーとして、とても有能でありますが、ただ、必須ではない。
陰謀の場合、彼女がいるだけで、相手に弱点をつけることによる、たくさんのアタッカーを育たなくとも、安定でどんな敵を対応できるため、打って、軽減よりさすがに、陰謀の方がもっと、おすすめしたいのです。ただ、これはあくまで自分の感想だけで、皆さんのプレイスタイルによる、結果が変わるし、また、銀狼の情報もまだまだ未知数が多いため、よって、参考程度にしていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。